こんにちは、ドラマーのランナです。緊急告知、はい、7月1日に発売されました、バーン別冊バーン8月号臨時増刊メタリオンに、私今ピンキッシュクラウンというバンドをやっているんですけど、なんとピンキッシュクラウンが載っております。じゃーん、すごいピンク色にもしてくださって、ね、結構今回私とギターのね、ひとみちゃんが初登場ということで、結構掘り下げていただいて、私たち2人をぜひね、これは読んでいただきたいですね。感想なんかもツイッターなどに載せていただけたら嬉しいです。前髪が割れてるでですね、あと6月29日に配信ワンマンライブをしたんですけど、そのアーカイブ放送回を7月9日9時からやるのでね、あの URL も貼っとくので、ぜひそちらの方もメタリオンを読んで、そのね、配信アーカイブ放送でメンバーもコメントで参加するので、ぜひそちらもチェックしていただけたらと思います。まだね、これ買うの迷ってる人、あのバンドの YouTube が最近できまして、リリックビデオっていうのかな、ライブ映像も、ライブ映像と音源っていうのかな、なんて言うんだろう、がですね、なんと YouTube にも載っているので、ぜひそちらもチェックして、気になったなと思ったらぜひメタリオン、私のねライブやってるドラムを叩いてる映像もあるので、ぜひそちらの方もチェックお願いします。以上、緊急告知でした。最近ちょっとね、ドラムの動画を全然載せていなくて、結構今載せてる動画もね、6月のため撮りを載せていまして、今絶賛そのピンキッシュクラウンが絶賛制作期間プラスワンマンもあったりして、ちょっとバタバタしておりました。まああと1曲やったらとりあえず落ち着くんですけど、はい、7月8月もライブ決まっていますし、はい、どんどん制作もしていきたいと思います。7月はね、どんどんまたあのドラムマイクを買ったりして、まだねそっちの導入は8月ぐらいになりそうなんですけど、はい、どんどん力を入れてドラムの方も動画を載せられたらいいなと思っております。いや、あとね、私ハイブリッドエンターテインメント魔界というものに出ているんですけど、なんと出演者4人乗ってますね。チャッキーさんも出ていましたし、あとねいぶきさんも魔界出演されていましたし、まあ私もです。あとね、アークロイヤルのイルミナさんもギターで出演していたので、なんとねこの間には、ね、4人も魔界の出演者も出ているので、ぜひ魔界のファンの方も普段ね魔界以外何やってるんだろうっていうのも見ていただきたいですし、逆に音楽ファンの方がね、そこから魔界ってなんだろうってこう興味を持っていただけたらと思います。魔界の方なんですけど、また新作の VR 映像が公開されているので、私が出演した、はい、また今週かな、もう私が出ているのが出そうなので、ぜひそちらもチェックをよろしくお願いします。ということでね、以上ランナでした。よろしくお願いします。じゃあねー。